女の彼女じゃない。カズヤ君が私と付き合ってくれるなら。1日に2回は電話、既読スルー NG。 ルカちゃんのつぶやきには必ずいいね。水原も恋心が大事って言ってくれてたくせに、結局は付き合いだなって。何やってんだ俺は。ルカちゃんとはうまく距離取らねえとな。サプライズ。な、ルカちゃん、な、何してんのこんなとこで。栗林にはバレないようにしてくれ。え、私何かミスを。大学に来るのはまずいでしょ、わかるでしょ。それより今度の土曜日一緒に映画見に行きません？恋グマっていう恋愛もの。まあ映画くらいなら。本当ですか？密着度低いし。やったー。あんまくっつかないで。ほらほら好きでしょ。水原とクリスマスを過ごせたら。チアーズ。え、水原イブ予約あんのか。ああ、今年もクリスマスは一人か。水原、おしゃれして超かわいい。やば、待ち合わせ。仕事姿見ちまった。にしてもあんなイケメンがレンタル彼女をね。レンタル彼女、水原千鶴に彼氏はいるのか。彼氏なのか。なんで今まで考えなかったんだ。いやいや、ないない、水原に彼氏なんて、そんな、そんなこと。いや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 、じゃあ行こっか。うん。やはり人体に炎症があります。先生のお力でにゃんとかなりません？こちらへどうぞ。お医者様は私のような人馬はお好みかしら。あ、ごめんなさい。そうなるとまず結婚、そして子供を作ることが求められます。そう、例えば。失礼します。もう看護師なのにそんなことも知りませんの？看護師ではなくクス師です。どうでもいいですわ。キサリアスキュテイヤ異常なしと。明日ちょっと行きたいところがあるんだ。なんならそのまま闘技場に行ってキサリアさんに会いたい。行かせません。先生がまたあの女に見合いを申し込まれたら大変ですから。 あのさ、今日はちょっときつっ。これ以上のライバル出現なんて許しません。許せません。お医者様、あなたたち。邪魔をしてすみません。それでお医者様、私の不調の原因というのは。それはひづめです。今すぐ策定をして蹄鉄をつけましょう。すぐ終わりますよ。痛くしませんから。女性の足の間に入るなど、なんと不思議だれな。あのお医者様、敏感なところですので優しく優しくしてくださいね。もうダメ。さっきからうるさいですよ、キサリアさん。嫌です。はい、霧島。谷川。ああ、なんだ、そういうこと。うん、わかった。旅行に誘われて。行くの？行こうと思いますけど。そんな簡単に。沖縄？はあ、これが沖縄？行きます。絶対行く。来ちゃったな。来てるぜ。あ、来てる。ごめんなさい、ちょっと着替えに手間取っちゃって。私はどうかしら。ある一定層には効果があると思います。かなり覚悟ったのに。ドンマイ。
いや、俺はいいよ。今すぐ出してくれ、カイ、助けて。さて、沖縄の海も堪能したところで、考えすぎて徹夜するほどにね。肌ツヤツヤですよ。撮影許可とか取らなくていいんですか？谷川さん、海は誰のものでもないわ。なんでガキンコロの肌なの？やっぱり私は私、かおり、木下かおり。何年ぶりだろう。でもすぐわかったよ。だって全然変わってないんだもん。そのくせっけに大きなメガネ。ああ、俺の小学生の時の婚約者です。婚役者。卒業式の時手紙あげたじゃない。そうだっけ。いい加減離れてくれる。いっちゃん、みんな、いい顔してるわ。おお、なかなかいい感じの店じゃねえか。りっちゃんってば顔上げて。やだ、もじくんもそういう趣味なの？だからご注文を。なあ、ひょっとして田上が最初合コンに誘おうとしたろってこいつ？だって、うさくんちょっと変わってて、変処理とか呼ばれてたし。お前のおかげさまでな。元彼とか言ってごめんね、林ちゃん。まさかあれ系とは思わず。超失礼。何あいつ、なんで黙ってんだよ。大丈夫、こんなのすぐ終わる。ちょっとこれきついな。うさくん、うさくん、うさくん、先輩か、かわいい。ああ、バイトしようかな。え、それって指名？え、マジであるんだ。指名。ああ、だから早く来て。そうだよ、ウサ、早く来いよ。主に夜に。そりゃ真由美さん、朝昼は仕事行ってるし。黒い、あ、虫。あ、毛虫だ。さやかってば、勘違いしてごめんね。さやか、つけまつげ見たことなくて、こんなにびっしりしてるなんて知らなくて。さやか先生の魔術道具の予備、そして先生はあそこの男どもを軒並み引っ掛け暇つぶす気です。あれ、ちゃんとついてる。嫌いだったわけじゃないから。まあいいや、りっちゃんとこ行くぞ。りっちゃんならさっき帰っちゃったよ。怖い顔して戻ってきたと思ったら。か、帰る。え、なんで女性カフェからハイカラさん出てきた。恥ずかしぬ。天理と結婚してください。は？あ、カノンちゃん。おはよう。お主、すごい人気だな。まさに見せ物ぞよ。ゲームをしまえ。悪魔の次は女神だと。なんでまた次から次へと。あれ、カノンちゃんいないじゃん。学校には来てるんだよね。相変わらずすごい人気だね。じゃあアポロは何か考えがあるの？アロワは巫女じゃ、考えるのは苦手。誰か頼りになる人がいないと。カズラギケイマと話したいだけじゃな。別に好きとかじゃないよ。人違いだ、僕には覚えがない。嫌だ、ベンベン。私、振られたんだっけ？私、どうしたら。カノン。私たち、いつかどこかで会いませんでしたか？やめやめ。君しか頼れる人いないの。ちょ、来い。カノンちゃん、キスを、キスをしたこともか。おー、ほら、私、私ケイマ君が好き。カノンちゃん、カノンちゃん、うっそー。
それは一枚の名画のようじゃった。なるほど。でも、ハイヒールの君よ、もう一度その姿を見せておくれ。この通り、お礼をしたいのじゃ。無駄まですが、桃花殿、それはミリ単位に研ぎ澄まされた可能の早速のご褒美ありがとうございます。しからばこのレモンが人肌脱ぎますぞ。本当？なんじゃこの大量のココア。通称犬のクソロード。そのまんまじゃねえか。ジョブ、そうこれで歩くの鉄。無理こんな吐きかよかった、汚れてないですね。え、桃花殿は何のためにハイヒールを履くのですか。ちょっぴり背伸びして大人の靴を履きたい乙女心。しゃれ、金空から天使に引っ張られてるつもりだ。ハイヒール特訓は過酷を極めた。この娘でもなかったか。大丈夫だ。ハイヒールの君よ、ここよ。帰れお前、半分以上埋まってんじゃねえか。内ももは顎を引いてトリプルルッツで、ゴー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 。まさしくあなたがハイヒールの君じゃ。真のシンデレラは唐揚げレモンだった。見事謝礼をゲット。あんた何泣いてんの。泣いてなんかねえよ、よだれだ。ったく、よそでやってくれってのは。どうですか。なるほどなるほど。はい、お待たせしました。つながったのですか。もしもし、聞こえますか。もしもし、この声もしかしてシロ君。まさか例のシロイさんの元カノだ。久しぶり、元気だった。なんでそんなこと知ってるんですか。っていうかゲームに復帰してたんですか。っていうかそこどこなんですか。あ、そうそうシロ君、娘3歳になった。娘、子供がいるのか。おめでとうございます。ありがとう。子供、マジか。でね、娘ね、もう超可愛いの。はシロ君、あのね、私娘にこっちの世界見せてあげたい。大森林も海も砂漠も見せてあげたい。世界は綺麗な場所だって教えてあげたい。元の世界とこの世界、2つの世界をつないで行き来できるようにする。だからシロ君、ビビッとやっちゃおう。クエストですか。そう、それこっちにね、クラ君いるんだよ。クラスティさんが、え、ミロード、おい、シロ君、壊れる。あの妖怪、こんな時までいないなんて。こうなったら何としても探し出しておこごとの一つも言ってやらないと。うわ、俺腹減った。そういえば僕もだ。腕によりをかけ、出し惜しみせずに作りますにゃ。石君、とりあえずお疲れ様だった。お疲れ様、暁。こっちをこっちに通して。なあ、くそ。あっけ、しょっけ。なあ、ちょっと。それよりどうして私を縛ったり猿ぐつわをしたりする必要が。どうしても書けない、何をしても書けない、心が動かない。当座の宿泊費返済のために今度はエロ小説を書こうとしたんだ。エロってね、才能がないなんて自分で判断できることじゃないですし。我慢
慢しなくていいんですよ。でもどうして私のことなんて書けるんですか？あ、いや、お風呂覗いたりしてないよ。断じて、本当、違う。面白くないよね。面白いも何も、まだ私、輝きたいんです。あの、今日のお掃除は、いい、今日はいい。でも本当に呆れるな。ごめんなさい、仕方ない、こうなったら君も。こんなにたくさん縛るの無理だ。なんなのあいつ、有名だって言うからセクハラも笑って流してやったのに。だがね、それ以上にお客様を疑うわけにはいかないんだ。あれ、うちの車だ。え、じゃあ誰運転してんですか？